Today, we will learn the expression combined question word with the particle かor も。冬休みに何をするつもりですか？何？ means what. This question is used when you presume this person is doing something. 週末何かするつもりですか？ When the particle かis added to the question word, it becomes a word, anything. This expression is used when you don't know if the person is doing something. いいえ、何もしません。何もしないつもりです。 Now, with particle ma, it turns to be a word, meaning not anything.The word is always used with negative form. 何をするつもりですか? is asking what someone is doing. On the other hand, 何かするつもりですか? is asking if the person is doing something. This question is a yes, no question.明日、どこかへ行きますか? When you use the word どこか The particle A comes right after the word. However, when you use どこ for negative, meaning not anywhere, the order should be どこ particle A and も The same thing occurs on the question word.誰?昨日、誰かに会いましたか?いいえ、誰にも会いませんでした。You can use question word and か for affirmative statements. 週末、どこかへ行きたいな。何か食べたいですね。どこかいいところを知っていますか?あなたにいつか日本で会いたいです。週末はどこかへ出かけましたか?いいえ、忙しかったからどこにも出かけませんでした。昨日の夜、誰かと出かけましたか?週末、どこかへ出かけましたか?いいえ、忙しかったから、どこへも出かけませんでした。ねえ、もう2時だよ。昼ご飯、もう食べた?いいえ、まだ何も食べていないです。どこかへ食べに行きませんか?冬休みに、どこかへ行くつもりですか?ええ、ハワイへ旅行するつもりです。今晩、誰かに会う予定ですか?いいえ、今晩は誰にも会わないつもりです。今週の週末は何かするつもりですか?いいえ、何もしたくないです。ただ、寝たいです。インターターム書道お金を貯める陶芸楽しみ計画えらいちゃんとお久しぶりヨンさんお久しぶり今年の冬休みは何か予定がありますかはい、12月の末に日本に行く予定です。日本でたくさん美術館に行ったり、有名な温泉に入るつもりです。そうなんですか?いいですね。はい、
とっても楽しみです。ジュレイさんもどこかへ出かける予定ですか？私はどこにも行きません。チャップマンでインタータームのクラスを取ったりアルバイトをしたりするから忙しくなると思います。そうですか、忙しくなりますね。でも将来は日本に1年留学するつもりです。そして書道や陶芸を習いたいです。それが夢ですが、まずたくさん働いてお金を貯めなければいけません。ジュデイさんは将来の計画をきちんと立てていて偉いですね。今週末何かしますか？今晩誰かと会いますか？冬休みにどこかへ旅行しますか？